男向けのアドバイス何したらいいだろう。今日なんかおしゃべりした一味の中に、実はちょっと、出航できない体になってしまって、彼女と終わりかけてたんだけど、マリンのおかげで出航できるようになったっていう、まあ、スタッフが聞いてる中でどんな話しとんねんって思ったけど。いや、勇気を称えたいね、船長はね。そんなね、性の話をね、スタッフが聞いてる中で繰り出してくる、その一味のトークデッキに。だからね、もし君たちがね、何ですか、ちょっと、お元気がね、なんか、ちょっと待って。そう。でも船長も、やっぱりスタッフが聞いてると思うとちょっと恥ずかしくてさ、セクハラとかできなかったな。なんか、僕、カチカチですって言われたから、あこれはと思って、カチカチになってるよとか言おうかと思ったけど、ちょっと聞かれてると思ったらちょっと恥ずかしくて。あ、カチカチなんですねーって感じで。ことしか言えんかった。ちょっと照れちゃった。かわいそう。え、絶対船長がね、カチカチになっちゃったのってね、言ってくれるの期待して言ったんだろうけどね、ちょっと恥ずかしくて言えんかった。逆によく言ってこれたな、お前って感じや。うん。そう、それなんだっけ。あ、そうそう。で、男の人は、ね、ちょっとね、お元気がなくなっちゃった時はね、こう、マリンの力で、マリンのね、精力をね、吸って、頑張ってね、元気を取り戻してください。ね、船長、君たちをね、元気にしたい。元気にしたい。過去、意味深。うん、キュージ、船長は、君たちみんなのことをね、やっぱ、アイドルとして元気にしたいわけ。いろんな意味で。元気にしたいから、ちょっとね、こういう元気がなくなっちゃったなという君たちをね、頑張って元気づけていきたいなと思います。ダブルミーニング、そういうことですね。うん。はい、最低。うん。でも最低なことを言うのはマリンの役目。君たちはそれをさ、クールに受け止めてくれないと。君たちはだってキルアだから。むちゃくちゃ言うのは俺の役。キルアはそれをね、クールに受け止めてくれなきゃ。ね。わかった？君たちは、船長は下ネタ言うよ。で、めちゃくちゃも言う。でも君たちは、うん、俺たちはキルアだからね。あ、ようやく意識高まってきた。俺たちキルアだしな。あ、ようやくわかる。もうキルアよ、やっとわかってくれたの？ちょっとちゃんとキルアとしての意識高く持ってね。うん。大丈夫だよ。訓練されてるから。キルアありがとう。よかった。一味の手がボロボロに、アースグリードアイランドのやつですね。いや、でもね、船長ね、多分ね、ビスケでも、セズゲラさんでもね、ダメなんだ。キルアじゃなきゃダメなんだ。一味じゃなきゃダメなんだ。だって、一味相手じゃないと、全力で打てないだろ？かっこ下ネタを。そうなんです。だから、キメジがね、エッジを使ってハンターハンターにしてる。これは技ありだな。技あり一本だな、これは。お見事。インキャプテン、ホーションマリン、アイムホーションマリン、イエーイ、センキュー。